強く振ろうとかホームラン打ちたいってちょっと言ったらスピードね手だけで上げるとします。はい、皆さんこんにちは、キレダスチャンネルのみです。かぶちゃんです。キレダスバットと、はい、ブラストね、もう今最近大谷選手が使っててね、はい、購入できないみたいな感じになってるらしいんですけども、それをね、これもまた1年生から3年生という、まあ、小学生の低学年なんですけどね、やっていきたいなと思います。まあでもね、まあ、数字をまずこう測ってあげることにすごく大きな意味があると思うので、まあ、そのあたりどうなるかっていうのを、まあ、最後まで視聴していただいて、ご覧になっていただきたいなと思います。では行ってみましょう。50メートル走ってきた人の最後の5メートルと20メートル走ってきた人の最後の5メートル、どっちが最後の5メートル速いでしょうか？20メートル。あ、じゃあ50。どっちだろう？50メートルから走った最後の5メートル速いか。あ、じゃあ20メートル。いや、これ一人勝ちできるかもしれない。まだ元気かもしれない。20メートル。そう、20メートル元気かもしれない。加速するところがなんか短いからあまり加速できない。そういうことです。最後の5メートルって長い方が速い。でもバットってボールと衝突させるの。スイングのこの軌道っていうのは長い方がいい。大振りしすぎてこう出てきなかったらただ大きいだけで加速してないね。この加速することと加速距離を作ることってすごく大事で、だから小さい子でもホームラン打てることでこの加速距離を出すことがうまいの。だから衝突が大きいよね。バットとボールがうまく衝突したら飛ぶよね。だから今ね、強く振ろうとかホームラン打ちたいってちょっと言ったらね、短くしてキュッて振ろうとったらスピードね手だけで上げるとしてしまう。そうなってしまうのはもう普通だと思うんで、ただ今日はスイングねちょっと遅いぐらいでもいいからスイングを大きく振ることで、でこの先端の重みを感じながらね。 OK、 じゃあちょっと残り時間短いんですけどね、バット使ってロンティーとかティーやってみてください。はい、 OK。塚本くんですね、置きティーが、慣れていないとやっぱりしっかり振れないというかティーがやりにくいので、そもそもねちょっとそのしっかり振ってボールに当てることをしていけば、かなりまた違った、数字が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にアッパースイング度が、かなり出ているんですけども、蹴り出すバットね、振った後には、数字がややね緩やかになっていくというか、アッパースイング度が少なくなって、まあ、10度台が結構出ているので、まあ、アッパースイング直そうと思ったら、まあ、簡単に言うとダウンスイングっていう風に、取っていくと、まあ、プラスマイナスが取れてねいい感じで振れてくるんですけども、どういう感覚でダウンスイングをしていくかっていうのは指導者ね、周りで見てる方がアドバイスしながら、調整していく必要があるかなと思います。まずは、塚本くんはしっかりスイングして、バットにボールを当てることが大切になってくると思います。で慣れてきたらその中で、ね、多少こうアッパースイング気味に意識してスイングしたりだとか、ダウンスイング気味でスイングしてしたりすることができればいいかなと思います。はい、佐々木くんですね、佐々木くんはもう、しっかりまずスイングできているっていうところが、すごく評価できるところかなと思います。まあまだ形はどうであれね、しっかり自分のスイングが、オキティでできているということが、すごく良くてですね、バットのヘッドスピードもですね、プラスなら64キロから、90キロが平均と言われてるんですけども、基本的にはこのスイングをしていれば90キロは超えてくる、スイングができるようになってくると思います。20度を超えたりしてるのでやっぱり、見た感じで、ね、もうすぐ空振りをしちゃうスイングかなと思うんですけども、そのあたりがね少し10度ぐらいに収まってくると、もっと的確にボールが捉えれて、遠くに飛ばすことができるんじゃないかなと、思います。であとはですね、フォーム的なことを言うとちょっとこう開き気味にスイングしてる感じがするので、まあ、レフト方向への打球が多い感じになっちゃってるんですけども、これをね、まあ、オキティの中でも、右方向に打つだとかしたら、打球方向を意識したらちょっとこうまた変わってくる数字が出てくるんじゃないかなと思います。アッパースイング度ですねが出ちゃってるので、なかなかこのスイングで右方向、まあ、ライト方向に打つイメージがちょっとできなかったりするのかなと思ったりもします。まあ、最初にもお伝えした通りしっかり振れているところは、すごく評価するべきところで、これがまず一番大事になってくるので、このまま続けながらね、自分で、こういろいろ調整してやっていただきたいなと思います。ティーバッティングなんですけども、指導者の方とも話してね、こういう狙いで、こういうティーをしてるみたいな話はしたんですけども、まずはですねティーバッティング、こういうネットに打ち込むティーでもロングティーでもですね、自分の
狙った球をしっかり、イメージ通りに打てるようなスイングをしていかないと、なるほど、いいフォームにはなっていかないんですけども、彼の場合はちょっとやっぱりこの時でも開き気味なので、左方向への打球が必然的に、多くなっちゃってるかなと思います。それはバットの、アッパースイングにも関係してくると思うんですけども、遠くに飛ばしにくいちょっとこう下がり方をしてるかもしれないですね。真横から掘ったりだとか真後ろから掘ったりだとかして、バットの角度、打つポイントなんかを小学生が意識するのは難しいので、誘導しながらそれを一つ投げる方向ですね、 T をトスを上げて上げる方向を変えて誘導してあげると、いろんなポイントで打つことを見つけられて、また、ね、自然とバットの角度が変えれるチャンスが出てくるかなと思います。まあ僕がすぐスイング見た時に空振り多くないですかって言ったのは、やっぱりアッパースイングがちょっと強いからっていうのをパッと見て思ったので言ったんですけど、これはですね、弱点というよりもいいところもあるんですけども、出すぎるとやっぱり空振りが多くなるのは間違いないので、逆にダウンスイングが多くなりすぎるとやっぱり、弱い打球を打ってしまうことが多くなるので、この辺はバランスですね。どれが絶対いいとは言い切れないし、ピッチャーが投げてくるボールの軌道っていうのも結構大事になってくるので、その辺はね、見極めながら指導していくことが大事ですね。はい、ということでお疲れ様でした。ということで、ケブラストの体験会っていうか、まあ、測定、低学年であったら初めてじゃないかなって思うんですね。まあ、数字測って、やっぱり基本的には、それをこう改善するためにドリルを組んだりとか、しっかり研究して、ね、改善するべきポイントを絞っていかないといけない作業とかあるんですが、やっぱりね、まずは子供たちね、特にこの、まあ、低学年ね。でも、やっぱり数字に興味持たすっていうことがまず一つ大事かなと思って、まあ、テクニカルピッチもそうなんですけど、昔こんぐらいだったとか記録残ってても面白いだろうし、あとはまあ、数字慣れ、僕たちの時代ってやっぱりなかったんで、やっぱ感覚でやるしかなかったところが、今もう時代変わってきて、なテクニカルピッチもブラストとかでもまあまあ優しい金額、チームで言うとそこまでね、手の届かない金額じゃないんで、まあ、これを機会にね、まあ、数字見て、まあ、ちょっとでもなんかバットの角度良くしようとかね、スイングスピード上げようとかっていうのが出てくれたら、もうそれは今回ね、やってよかったなっていう部分になると思うので、はい、僕はもうそれで十分だったかなと思います。ブラストバットに限らず計測とかやると、うん、やっぱどうしてもこの人と誰かと比べたがるんですけど、うん、自分の中でなんか目標とかを決めてやってもらった方が、うん、他の子と比べてなんかできてないみたいになっちゃうのはちょっともったいないなって思うので、ぜひこう自分の中で目標を立てて、自分のこう記録を超えていくことをやってもらえたら、まあ、楽しくできるんじゃないかなっていうふうに。なるほどね。思いました。ということで今回の動画は以上になります、はい。このチャンネルでは多くの野球選手のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、またコメント欄よりコメントいただければ嬉しいです。また月限定4チーム、場所も限られてるんですけども、キレダスバットの体験会、随時募集してますので、気になるチームの方は、概要欄より、お問い合わせください。ありがとうございました。ありがとうございました。